ちょっと私の方からご案内を。はい、皆様お待たせいたしました。これついに天皇の国玺、はい、出来上がりました。私が持ってるのはこれ見本版ですけれども、今印刷がまあほぼ上がってまして、11日から全国の書店に並びます。そうですね、紀伊国屋をはじめ大手書店のはだいたい11日ぐらいから11、12ぐらいから並ん で地方の中小ですともうちょっと後になる可能性ありますけども、まあ、11から順次全国の書店に並びます。まあ、ただね、今回ねやっぱこういう状況でして、やっぱ出版業界がやっぱりなかなか状況が悪いので、いつもよりやっぱ印刷部数が少ないです。はい、なので一度売り切れるとお盆挟んで次並ぶのがだいぶ先になると思いますので、うんうん、買おうと思っている形は直ちに買ってください。そうです、買おうと思っている方は。はい、でアマゾンとか、ね、ネットで買っていただいても結構ですし、あとネットで買うのであればアマゾンだけでなくて、もちろんそれ以外のですね EC サイトでも買えます。でこれね 650g これもう最初500ページぐらいの予定だったんですけど、672ページまで増えてしまいまして、当初1800円の予定だったんですけども、据え置き1800円になっております。はい、ですのでちょっとこの分厚さで1800円はですね相当お買い得でございます。グラムあたり3円だったかなグラム売りしてるのかみたいなこの厚さですでに結構迫力あるんですけども、これね途中から薄い紙に変えたんですよ。通常の紙だと 1.5 倍しちゃうんで、これはもう読んでる人腱鞘炎になるだろうということ で薄い紙にしてもらったんで、薄くて映らない結構高い紙に変えてもらいまして、はい、それでこの厚さになってますので、はい、それでも1800円据え置きですので、はい、もうほとんど利益出てないんじゃないかと思ってこっちが心配になっちゃうぐらいなんですけども、はい、これは今アマゾンでですね、総合何位だったかな、だいぶ上に来ましたね。今ちょっとなかなかね手越し越えができないんですけども、今これがですね定位に負けてるんですよね。これ今何位だ、これすいません、直近あ今これ総合第12位です。動物の森に負けたな乃木坂46とね、あとはこれ三浦春馬さんと手越しに負けちゃってるんですよね。今総合第12位ということでございます。もしかしたら皆さんが今アマゾンでポチッと皆さん買っていただくと番組中に、はい、手越し越えができるかもしれませんが、はい、これが一つ。ちなみに初版何万部かは言えるんですか。これ初版はですね今1万1000部ぐらいですね。この本で1万1000だったら、はい、多分アマゾンもう発売初日とか2日目に、はい、もう欠品です。もう欠品になる可能性がありますね。ありますね。はい、今のうち予約しといた方がいいですね。そうね、まあ、ちょうどお盆挟んじゃってるんで、はい、増刷がねちょっと遅くなると思いますので、はい、だいたい私の本って初版5万とか6万やるんですけども、はいはい、今回ちょっとこういう時期でですね、はいはい、いろいろと出版社の都合があったようで1万ぐらいなんで、これ下手するともう前日にもう、はい、ありませんみたいな感じになっちゃうかもしれない。それあるかもしれませんね。はい、なので今、はい、今買ってください、それからですね、なくなるよっていうのは本当になくなるって話ですね。本当になくなるんですよ、はい、で全国でアマゾンだけで1万じゃないので、はい、全国の書店に、はい、で全国の書店って2万店舗ありますからね、それですから、はい、書店行ってももうないということもあるかもしれませんので、はい、だから書店で買うということを決めている方はもうすぐ書店に予約をしていただくということ、うんうんはい、あとそれからもう e コマースで買うという方はもう確かもうねいくつも e コマース売り切れになっちゃってるんですよアマゾンはまだ受けてるんですよ、はい、これだともう終わってしまうかもしれませんから、終わっちゃいますよね。そうなんです、はい、なので大変お買い得でグラム3円ということになっておりますので、今買った方はもう一冊とは言えないんですけどほとんどもうねジャパネット竹田になってますけどね、はい、あとそれからですね、もうたまたま偶然一緒になっちゃったんですけども、はい、これ不合格許可書の第2弾もう今日アマゾンでの発売を開始しました。でこっちは PHP から出版されてますけども、これは私の会社のその令和書籍から出てまして、これ自費出版ですので、もうほとんどあれ、なんて言うんでしたっけ、もう本当に細々と自費出版で作ってるものなので、買う方法は Amazon か紀伊国屋書店だけです。
はい、e コマースでは紀伊国屋書店、アマゾン両方行けます。で、リアル店舗では紀伊国屋書店だけです。あ、同人誌、そうそうそう、同人誌、言葉が出てこなかった、もうこれ同人誌ですのですいません、アマゾンと紀伊国屋書店でしか買えません、ということで、これがね急に上がってきたんですよ。これ今ね、あのアマゾン総合5位、すごい、はい、で今三浦越えを今したところですね、うん、ただね上に手越が厚いんですよ、はい、手にやられてるんですよね。だからちょっと頑張ってちょっとあの手越越えをしたいなと思っておりますので、ぜひご協力ください。これも増刷はやっぱり今ちょっと夏なかなか時間かかりますので、うん、これも一旦売り切れると次の供給はだいぶ先になると思いますので欲しい方は直ちに予約してください。紀伊国屋書店電話予約、まあ、今の時間もないですけど、リアル書店で買いたい方は明日、紀伊国屋書店に電話予約をしてください。で e コマースで買いたい方は、紀伊国屋もしくはアマゾンで今、お買い求めいただければと思っております。はい、ということでちょっと同じ時期、ほぼ同じ日の発売になっちゃったんですけどもね、はい、あ、本の説明ね、はいはい、あ、帯取ったらテンション上がるようになってるんですけども、これは買った方のお楽しみということで、はい、大事なポイントです。これちょっとね、これ帯取るとおテンション上がるようになってるんですよ。上がりますね、はい、これはちょっとあの、はい、買った方のお楽しみ、はい、でこれページ開くてここを見るとまたテンション上がるようになってるんですけども、これもちょっと買った方のお楽しみということでございます、はい、いやこれはいや本当に頑張りました。私も、はい、あれカバーのデザインは武田さん考えられたんですか、はい、これはあのデザイナーのですね、はい、あのだいたい私の本とかいろいろとデザインしてくれてる、はい、あの田岸さんというデザイナーがいまして、その方がデザインしてくれました、はいはいはい、ただこのね外した時こうしようっていうのは私のアイデアだったんですけども、素晴らしい、はいはい、すごくあのいい感じで仕上がっております、はい。でこちらの不合格教科書ですけど第2弾2回目あの不合格になりましたけども、今第3回目のものを今文科省に提出して今検定を受けている最中です。まあ、北朝鮮のね、はい、あのスパイがいたかいないかみたいなちょっと疑惑が報道になってました。まあまあでも誰が検定しようがやっぱ通していかないといけないと思ってますので、まあ頑張っていこうかなと思っておりまして、これはあのだいぶ分厚くなりましたね。第1弾よりだいぶ分厚くなりまして相当過失修正をしました。で合格に近づいてるって話したらさっき白からいや遠のいてるんじゃないですかって言われたんですよ。やっぱ過失するとこう筆が乗ってくるんですよね。まあ、これからまあ文科省からどう指摘されるかですけど、まあ、これ一番そう、ね、第1弾と第2弾の差はこの漫画ページを入れたことですね。これ大体教科書にですねこれ本格的な漫画が入ってますので、これ歴史教科書に漫画が入ってるっていうのはこの、教科書検定の歴史で初めてらしいんですよね。でこれはまあどういうふうに、見られるかというのはまあ今後ですけども、ここがまあ一つの大きな変更点、うんうん、あとまあ歴あの資料をたくさんふんだんに入れましたので、うん、だいぶ、教科書っぽくなってきてますので、第1弾買った方でも、ね、ぜひどういうふうにあのなったか見ていただきたいなと。あと巻末に、あのもう恒例ですけども不合格理由通知書、載せてますし、あと文科省との口頭での質疑応答全部載せてますので、ちょっと教科書を採択されるまでの道をですね皆さん一緒に見守っていただければと思っております。